台風7号の接近を受けて関東各地の港ではフェリーの欠航が相次いでいますこちら、神奈川県横須賀市と千葉県の金谷を結ぶフェリー乗り場ですがきょうは台風のため終日欠航となっています。東京湾フェリーによりますときょうは横須賀市の久里浜港と富津市の金谷港を結ぶフェリーは終日欠航になっています。 すす以降のの運行についいてては台風の影響を見て判断するととうことですまた茨城県の大洗港と北海道の苫小牧港を結ぶフェリーもきょう未明に大洗港を出発した船を最後に欠航となっていてあすは終日欠航、あさって以降は天候次第で運航を判断することになっています。